はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日はこちら全部プレミアムバンダイでございます。2月27、明日で8、最後ですね。2月もプレバンからいっぱい届きましたので開けていきたいと思います。まずはこれ、グリットマンのスーパーミニプラ、ダイナドラゴン&グリットマンシグマのセットでございます。スーパーミニプラのグリットマンはグリットマンしか組み立ててないですけども、これはプレミアムバンダイ限定で発売されたので買っておきました。多分すぐには組み立てられないですし、動画にも多分できないと思いますが、おー、パッケージがアニメパッケージになってる。こんな感じだね。これは共通していい感じ。裏面こんな、かっけー、合体させて、はい、という感じのと、じゃあ小さいの開けよう。お、伝票入ってて、じゃん、うわー、出た、これやべえやつだ。ミラクルロマンスムーンプリンセスクッションコンパクトセット、セーラームーンですね。1万円ぐらいしたかな。これ化粧品なんですけど、うおー、すごい。今まで過去に出てたミラクルロマンスのシリーズのルナのね、この鏡がついてると。重たくてすごい、かわいい、めっちゃいいしょこれ。おー、鏡だね、すげえ。そしてミラクルロマンスはいつも通りかな。お、いつも通りというかここ空洞になってるわ。はい、まあこんな感じ。セーラームーンメイクアップ、最近毎回プリキュアも見てて、久しぶりに熱上がってきましたね。なんで俺プリキュア今まで見てなかったんだろうってちょっと思っております。はい、次、あ、これもそうだ、これも同じですね。セーラームーンだ。セーラームーンのマモちゃんの指輪だったかな。うわ、すげえ。しっかりこんな、結婚してくださいみたいな。うわ、めっちゃ綺麗、かわいい。Let's get married USA。結婚してねってことだ。いいね。ちょっと小さめのやつ買った。あ、結構大きいな。あ、小指に入る。こんな感じ。誰か薬指につけてもらう人を探さないと。今近くにいないのでね。はい、そして最後これ。おお。これはね、もう待ってましたと言わんばかりです。待ってました。じゃん、携帯像インストールでございます。電磁戦隊メガレンジャーのメガシルバーの武器です。武器じゃない、変身アイテムですね。携帯像でございます。2つ買いました。開けてみよう。もちろんこれはすぐ動画撮ります。すげえ開けづれ。おお、メガシルバーだ。このデジタイザーとバトルナイザーの方はこんな、バトルライザーはこんな感じで、携帯ザーはこんな感じ。すげえ、待たせたなーっつってね。ここの縁のセロテープ、おお、すげえ、かっけえ。うわー、すげえ、当時のまんまだ。でも高えよなこれ。1個8000円、9000円、8000円とか9000円だもん。うわ、当時のまんまだ。すげえ、マジで当時のまんま。ありますから、当時品もね、比較できます。すげえ。はい、ちょっとじゃあ電池入れて音だけ聞いてみよう。
電池は単4、2本。よいしょ、電源オン。え、昔のまんまじゃん、電源オン。このトゥントゥントゥンってすげえ昔のまんまや。まあダメだ、モードがあるんだ。やっぱ MEGA メガってマイクついてるんだっけ。これインストール、マイクついてるっぽいよな。わかんないな。難しい操作が、説明書見ないと全くわからないわ。ああ、ちょっと一つ言っていい？多分ね、携帯電話のおもちゃだから音が小さいんだと思うんだけど、大人しか買わないから。耳に当てて子供にね、あの獣王じゃの獣王キューブ、ん、獣王じゃの変身のやつ、あれ携帯電話型だから音が小さいって書いてありましたけど。お、もっと大きくてもいいよ音。ちょっと小さくて残念ですね。大人向けにちゃんと作ってほしかった。音がでかい方が絶対嬉しいのに。まあしょうがない、これはこれで楽しんで遊びましょう。はい、ということでプレミアムバンダイからは結構たくさんのものが届きましたね。これはいいか。では携帯ザーの動画お待ちください。それではまた明日。